どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、最強の馬をゲットしたいと思います。最強の馬？ちょっとなおちん、それ言い過ぎなんじゃないかいって思うかもしれないけども、言い過ぎじゃない、本当に最強なの。最強、まあお見せしましょうか。これです。はい、この2頭、うん、宝生月家、これが確かあれだよね、謙信が乗ってた馬だよね。そして松風、松風なんだこれ、50、50、50って行かれとるんかこれ。レベル999ってとんでもないね。これがゲットできます。しかも価格0円だね。で、松風がいるってことは、え、これってさ、あれ、前田刑事の馬だよね、松風って。ね、花の刑事だよね。出てくるの、前田刑事って。隠しキャラでいるのかな？いや、わからない。わかんないけども、まあ、とにかくこの二つ、ゲットできます。購入します。購入します。はい。0円だからといって、ダウンロードコンテンツじゃないよ。違います。これは、あとね、この、ストーリーをすべてクリアしたら、もらえました。ここまで。天下一心か。ここをクリアすると、もらうことができたので、まあ、頑張って、行きましょう。まあ、ちなみに、俺は、総プレイ時間31時間。うん。まあ、30時間ぐらいでゲットすることができました。まあ、馬がこれで最強になるね。キャラクターはまだまだ育成途中なんだけども、まあ、頑張っていきましょう。で、無双演武ではなくって、俺はこっちのゲームの方をやってます。今、道場と鍛冶屋が施設レベルがマックスまでなりました。次は、よろずやだ。よろずや。もうちょっとなのよね。鉱石が、あと117個貯まれば、まあ、あげれるので、鉱石がいっぱい取れる、ここかな。本能寺のところ、行ってみましょう。そしてね、キャラクターを選ぶときの注意があるのよね。選ぶときに、なんか手のマーク、握手をしてるマークがあるじゃない？このキャラを、選んでいってください。このゲージがマックスになると、特殊演出かな？アニメーションが一個ずつ増えていくので、この握手マークのキャラクターをパートナーに選ぶようにしてください。うん、結構掛け合わせがあるんで時間がかかるんだけども。まあ、行きましょうか。それでは行きましょうか。あ、ちょっと待って、馬どれぐらい速いんだろう、これ。どんぐらい？あ、速い、速い。異常なぐらい速いぞ。あ、すごい、これね、移動マジ楽だわ。これは移動が楽になるね。こいつはやばいぜ。やった。結構ね、移動ってネックだったのよね。移動は。それが結構楽になるってことは、これは嬉しいぞ。よし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 。まあ、あとは見た目だよね。黒がいいのか白がいいのかで、選んだがいいのか。あ、いや、スキルも、なんか違ったね。スキルが若干違ったから、まあスキルで選んでも、いやいや、見た目でいいでしょ、馬は。うん、見た目で馬は選んでいいんじゃない？いやー、でもとにかく速い。異常なぐらいに速いわ。よっしゃ、これ移動マジで楽。よし、倒したね。次何が出てくる？よし、ボスが出てきたか、わかんない。ボスじゃないか、なんか出てきた。松永いる？もう乱戦で全然わかんねえや。なんかいるなーってはわかるけど、わかんないね。どこにいるかっていまいち。よし。でね、家康強い。家康強い。
最初ね出てきた時って思わなかった、家康弱ってどんだけ攻撃力ないんだって、そう思ったよね。俺もすっごい思ったのよ、うわ2頭これやばいわと思ったけど、あれねこれはね成長してくるとものすげえ強い。お、何だ、無双で敵を倒せか。あー、ちょっとなんか集まってるとこいないかな。うま、来い、よし行くぞ。ちょっと集まってるとこに行ってぶっ放そう。まあ、とにかくねこの家康は強い。うん、鹿之助も強いよ。鹿之助もまあ強いんだけども、やっぱりね家康が、うん、強いね。これ多分これある程度成長させて使えばもう分かると思うんだけど、やばいよ強さが、使いやすさも抜群。打ち取ったり、いいね。でこのキャラクターをね一体ずつの、まあ、使い方みたいな攻略も出していくんで、うん、よろしくお願いします。まあ、今日はまだ出さないけどね、ぼちぼちとやっていくんでお願いします。うん、やっぱキャラクターごとに固有の技とかがあって面白いね、やっぱり面白い。うん、なんかそいつの武器が前は決まってたじゃない、こいつは剣こいつはハンマーとか決まってたけども、今回全部使えるのよ。うん、全部使えるんだけども自分の得意武器は固有の技がついてるんで全然面白い、最高やね。うん、あとはもういないのか。お、ボスが出てきたか、ボスが出てきたかもしんない。あと3体か、倒せば終わりでしょう。じゃあ、いやーでもねこんなにねやり込みが多いとやっぱり嬉しいね。うん、俺としてはものすごく嬉しい。でもやり込みはねやっぱ多い方が全然いい。うん、結構なんかボリュームが低いやつとかあるじゃない、結構あるよね。じゃなくてやっぱりねボリューム満タンなやつって嬉しい。本当にやりがいがある。うん、もうとことんやるからね、全部ゲットするまでやりますね大体ね。うん、やっぱね全部終わった後のあの達成感たまらない。終わりだ、終わったよねこれで。あ、終わりです。うん、あと何個だ、あと3個、あと3個、もう3個ぐらいおまけして、あ、買えばいいんだ、あ、購入しちゃえばいいんだ、許可します。はい、なら買えるやつが増えるんだね。はいはいはい、なるほど。はい、まあとりあえず今日はですね最強の馬ゲットしました。これだね、松風と宝生月毛。松風乗ってみたけどむちゃくちゃ速い、チートじゃないかっていうぐらい速いんで、はい、すごく使い勝手がいいです。ゲットの仕方はまあ最初に言った通りです、撮ってみてくださいね。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。